リバプール伯爵は、イギリスの伯爵位。二度創設されており、一期目は1796年創設のグレートブリテン貴族で、ジェンキンソン家によって世襲されたが、1851年に廃絶した。現存する二期目は1905年創設の連合王国貴族で、フォジャム家によって世襲されている。 歴代リバプール伯爵の中で最も著名な人物は19世紀、前期に首相を務めた第二代リバプール伯爵、ロバート・ジェンキンソンである。リバプール伯爵ンキンソンへの文章トーリー党所属の庶民院議員として活躍した後、ショーピット内閣で商務長長官に就任したチャールズ・ジェンキンスは、1786年8月21日にハークスベリー男爵。 ついで1796年6月1日にリバプール伯爵に助せられた。初代伯の長男であるロバートも就職前に、トーリー党の庶民委員議員を務め、父が存命中の1803年に、繰上げ直所で第二代ハークスベリー男爵位を継承して、貴族院へ移籍し、ついで父の死で第二代リバプール伯爵位を継承した。彼は外務大臣。 内務大臣などの閣僚職を経て1812年から1827年という長期間にわたって首相を務めた。二大博には子供がなく弟チャールズが三大リバプール博位を継承したが彼には娘しかなかったため彼の死をもって一期目のリバプール爵位は消滅している。第二大リバプール博ロバート・ジェンキンソン三大博 チャールズの娘セリナがジョージ・サビル・フォジャムとの間に儲けた息子、セシル・ジョージ・サビル・フォジャムは自由党の庶民委員議員を務め、1905年12月2日に、外祖父が有していた社位リバプール伯爵とハークスベリー男爵位を改めて与えられた。これが現在まで続く2期目のリバプール伯爵くらいである。初代伯の死後、2代リバプール伯となった長男アーサーは、 1912年から1920年にかけてニュージーランド総督を務めている。二大白には子供がなく二大白の死後、弟ジョージが三代リバプール伯爵位を継承した。三大白も子供がなく三大白の死後は弟ロバートが四代リバプール伯爵位を継承した。4大伯も子供がなく4大伯の死後、 その多いにあたるエドワードが5代リバプール伯爵を継承して現在に至っている。彼は保守党の貴族院議員として活躍しており、1999年のトニー・ブレア政権による貴族院改革で世襲貴族の議席が92議席に限定された後も議席を維持している。現党主である第5代リバプール伯爵、エドワード・フォジャムは以下の爵位を有する。 法定推定相続人は、現当主の長男ハークスベリー死者クルーク・フォージャム。ありがとうございます。